ヘビ砂が帰ってきたー。いやー、やってくれましたね、エピックさん。今年の最後の日に、ヘビ砂が使えるなんて、これ以上の締めくくりはありませんよ。いやー、よかったな、まさか今日来るとはな。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。今年は本当にお世話になりました。たくさん動画を見てくれて本当にありがとう。ゆっくりマリサだぜ。いやー、いよいよ大晦日ですねー。ヘビ砂が帰ってきたんで大掃除ほっぽり出してこうして遊んじゃってますが、皆さんは、どんな一年だったかな。私たちにとっては、とても嬉しい一年でした。1月にチャンネル登録者が10万人突破し、7月に20万人突破。今では25万人以上の方が登録してくれているんだよな。そして今年の再生回数は、1億7000万回だったぜ。そんなに見てくれたなんて、信じられないわ。皆さんのおかげです。本当にありがとう。そして面白いゲームを作ってるゲーム会社の方々、YouTube の方々、事務所の方々、コラボしてくれた実況者さんなど、たくさんの人の支えがあってここまで来れたんだぜ。皆さん、今年は本当にお世話になりました。来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。はい、年末のご挨拶も終わりまして、早速ヘビ砂を探しに行こうと思います。おっと、近くに敵いるな。うわあ、近い近い。危ねえ、エレベーターのところで突っかえてどうなることかと思ったわ。むむ、この中で戦闘が、グレネード投げて突撃、と思ったけど向こうから来たわ。やばいな、対応が早い。編集も早い、上手い人だ。どうしよう、私こういう戦い慣れてないんだよね。上級者はこういうシーンばっかりだけどな。や、やばい来た。うわあ、めちゃくちゃ削られたんだけど。でも諦めないぞ、ヘビ砂のために、この人を倒して先に進むんだ。右から来るぞ、急げ。あ、危な、ちょっとでも食らったら終わりだ。今のうちだ、階段の向きを変えるんだぜ。早く、ギリギリ間に合った。編集して撃つわよ。しかし壊され相手の階段だ。今度は相手が編集、でもカウンターで、なぜか勝てた。間一髪だったな。え、なんかあんなとこで人が泳いでるんだけど、何してんの？滝壺に落ちないように頑張ってるんじゃね、知らんけど。てか撃ってくるんだけど、しかも水の中だから見えづらいし、ショットガンで適当に撃っていくわよ。よし、倒せたけど、アイテム全部落っこちちゃったな。私も飛び込んで拾いに行くわよ。って、ちょうどストームが、でもフロッパー結構あるし、拾ってからでも大丈夫でしょう、と思ったけど結構流れきついな。でも逆にアイテムも流れてきてるぞ。ほんとだ、面白いね。よし、これで建材や弾は補充できたわ。ってちょっと待って、誰か降りてきてない？うわあ、マジか、こんなところで敵？しかもいいポンプ持ってるな。あ、危なかった、こんな川の中で戦うとは思ってなかったわ。でもフロッパーさらに増えたし、泳いでアンチに向かえるから体力は大丈夫そうだな。聞こえる。聞こえるぞ。ヘビ砂の声が。あの銃声音、間違いないだろうな。いやー、ヘビ砂の音が聞こえただけで感動してきたよ。あそこに敵が、きっとヘビ砂持ってるはずだ。なんとしてもここで奪い取ってみせる。ヘビ砂のために、頑張れ霊夢。水面で見えづらいけど、まずは奇襲をかけていく。2発は当たったな。建築してきたぜ。今のうちにミニポノムか。ストームから戻ってきたばかりで、まだ回復できてなかったからね。でも相手ヘビ砂持ってる可能性高いから注意だぜ。このシールドだと、胴体一発でもアウトだからな。そう考えるとやっぱり恐ろしく強い武器ね。よし、なんとか壁を建築。めっちゃ構えてたな。やっぱりヘビ砂なのか。慎重に撃っていく。間違いない、ヘビ砂だ。あの人を倒せば、ついにヘビ砂が手に入る。ソロで使えるのは本当に久しぶりだよな。絶対に手に入れるぞ。さあ、どこだ？よく見えないな。水の中か。とりあえず外堀埋めてくわよ。と言ってもやっぱりやりづらいな。水の中だと。さっきから連続して水中戦になってるな。むむ、リロードの音聞こえるわね。普通にこの下にいるのか。今がチャンス。危ねえ、近距離ヘビ砂だ。や、やった。ついに、ついに。落ち着け霊夢、ヘビ砂は逃げないから。そうね。周りをちゃんと囲ってから。ヘビ砂ゲーと。いやー、よかったな。この時をどれほど待ちわびたことか。おっと、余韻に浸る間もなくすぐ移動しないとな。さあ早く。早く私にヘビ砂を使わせてくれ。向こうで戦っている敵、これは狙えるんじゃないか。さあ、久々のヘビ砂、当たるか。おー、ハードゲーか。いや、そのツッコミは古すぎるでしょ。ま、とにかく、倒せはしなかったが当たってよかったな。これよ、この感覚。これぞヘビ砂。いや、マジで楽しい。どんどん使っていくわよ。
あ、向こうに敵がいる。これは再びヘビスナチャンスか。ストームに入って見えにくくなったが。やったー。お、早速キル取れたな。いやー、やっぱりヘビスナは最高だね。いや、外してんじゃねえか。まあまあマリサ、ただヘビスナが撃てる。それだけで十分幸せなことではないか。なんだそれ。てか気づいたらもう残り3人だな。うわーでも、ライトセーバーが。なんとか距離を取って、背中を撃っていくわ。え？今なんか、瞬間移動しなかった？そう、不完全燃焼だわ。やっぱり今の環境、ライトセーバー持ってないときついな。ほら、今も敵来たけど、完全にスターウォーズよ。スキンもそうだな。こうなってしまうと、ライトセーバーか爆破系でしか対抗できない。ヘビスナも弾も防げるのかな？ちょっと気になるぜ。今は持ってないから、チャンバラ対決するしかないわ。チャンバラって、まあ、こうやって剣で切り合うのも楽しいからいいんだけどね。ちょっと強すぎるかな？って気もするわ。そこに落ちてるのは、金のヘビスナか。うおー、欲しい、絶対欲しい。そのためにはまずあの人を倒さないとな。悪いけど全力で行かせてもらうわよ。さあ食らえ、グレネード連投だ。これやられると相手からしたら普通に嫌だよな。あ、出てきたわね。急いでショットガンに切り替えよ。お、爆風も当たったみたいだな。よし、これはだいぶ流星、このまま押し切るわよ。やったやった、待ってろよ金のヘビスナ。なお、ここでヘビスナに気を取られるあまり、金ポンプを見落としてしまった模様。うよ、やっぱり強い。でもまだヘッショ決めれてないわ。あの快感を得るまでは終わりたくないわね。うわやばい、めっちゃ食らった。あれあれ、霊夢が撃つのとほぼ同じタイミングで別の人が狙撃したな。とにかくヘビスナのおかげで助かったわね。さあ残り4人、いよいよ終盤戦ね。銃声は全然しないな。敵はどこに隠れてるかな。いやー、金のヘビスナあると安心感が違うな。どんな遠くの敵でも撃てるからね。待って、ここから気配が。ほら、敵いた。危なかったな。物音に気づかなければ完全に奇襲されているところだったぞ。よかった、なんとか倒せたね。ちょっとストームのダメージは食らっちゃったけど、これで残る敵は2人だ。まあ近くにはいないだろうな。今こそ金のヘビスナの出番だ。さあ相棒よ、敵を貫こうではないか。さ、今度はうまくヘビスナを決めて、ビクロイ取れるかな。む、あの建築のところ少し怪しいわね。敵が出てくるかも、注意深く見ときましょう。あ、いるぞ。この一発に全てをかけて、狙いを定めろ。おお、決まった。あ、ちなみに今の決め台詞は公式 Twitter の真似しました。なんやねん。とにかく、392ダメージ出せてよかった。これで最後の一人もヘビスナで倒せたら最高なんだけどな。どこにいる、先に見つければいけるかも。うわ撃たれた、危な。この辺だ、思ったより近くにいたのか。とりあえず建築よ。この物資か、木の裏に隠れてたのかな。この距離じゃヘビスナは難しいかもね。まあいいや、最後はライトセーバーで確実に勝利するわよ。悪いわね、これは弾を弾くんて結構食らってんじゃん。おいおい、ついに負けるぞこれ。頼む、なんとか届いてくれ。はい、最後ちょっとあれでしたが、ビクロイ取ることができました。ヘビスナヘッショも決められたし、よかったな。いやー、やっぱりヘビスナはほんと使ってて楽しい。改めて一番好きな武器だと確信したわ。今日はマジでテンション上がってたよな。はい、というわけで、これが2019年最後の動画になります。しつこいようだけど、本当に今年はありがとうございました。来年もゲーム実況、頑張っていこうと思っていますので、どうぞ、よろしくお願いします。てやばい、ヘビスナばっかり使ってて大掃除してないや。もうちょっと遊びたいのは山々だけど、まずは年越しの準備しないと。ということで、私たちはこの辺で失礼するぜ。また来年、お会いしましょう。それでは皆さん、良いお年を。